はい、では始めたいなと思います。僕の得意なソルトのライトゲーム、まあ、昔セコズリというバス釣りをやってて、その流れからあの小さなアイテムをね、使う作るが得意なんですよね、はい、ということで今回は、海太郎から新しいアイテムが登場します。まずはハードルアーの、まあ、自慢すべきというか可愛いのできちゃったよというやつがこちら、アメペン、何番やったっけな、アメペン55ですわ、 55mm の、ペンシルなんだけど、まあポッパーだね、ペンシルポッパー、こんな感じで引き波でツツツツツッと引っ張るのもよし、浮かしておいてチョピ放置よし。もともとのね、モチーフがバス用の若ペン、若ペンを海ペンで出してみた、まあしれっと出したんだけど、まあチヌとかね、シーバスの甲とか、まあ、いろんなもの釣ろうと思って出してみたんだけど、やっぱりライトゲームの方が僕の釣り行く頻度が高いじゃないですか、そしたらそれを小さくしたらアジメバル釣れるじゃんということで、アメペンです、アジメバルペンシルね。で、まあ 何回か、まあ、試作した上で、まず浮力が必要です、飛距離が必要です。じゃあ浮力があって、そこそこ、ウエイトを乗せるために、若ペンと比べると背中から見るとねコロンとしてます。要は、まあ、飛距離重視なんで、内部の気質を大きくしてなおかつ小さく見せるように、そういう工夫をしてみた。そしてやっぱり小さくなればなるほど、まあ、水に対しての、まあ、存在感がなくなるのね、まあ、水は一定じゃないですか。だからこんなでっかいルアーはザパーッとブワーッとこうなるわけですよ。でも小さくなるとピチャってなるのが、水の表面張力に対してどう言ったらいいのかな、あの小さなものって消えちゃって思い通りのマイクロ化できないのね。ということで口を若ペンよりでかくしてます。そうすることでチョピーがちゃんと反映される、存在感があるようなチョピオンが出ます。チョピオンっていうのはね、水面捕食音なのか、まあなぜスプラッシュに近いそういう音と、水しぶきを上げます。そんな感じ。これはもうね、とりあえず投げてから考えてほしいなと、飛距離が出るし、だいたいライトゲームするなら、まあ02とか03までの P 使うじゃないですか、まあ飛んでくれます。そんな感じ。特に水面がね、泣いてるような時に一旦使ってほしいなと。そうじゃなくてもただ巻きでね、ウコウが、あの水に負けようがただ巻きで多分釣れるんじゃないかなと思います。はい、これが僕の渾身の力作アメペン。これはちょっと気持ちいいね。作った本人がね、何が嬉しいかって、目がちっちゃいですよね。見た時に、あ、ちょっとこれは欲しいなってなるような、まあ、デザインになったんじゃないかなと思います。なんかね、こういうもんはシラスに見えるというか、引き波に見えるんで、とりあえず、まあ、メバルが噛んでから考えようみたいな。なんかあの辺、ほえーと、なんか渦あるなと思ったら、寄ってきます。はい。これがだから、基本的には、夜のシラスだとか、小さなもん食ってる時は、こいつがいいかなと。で、常夜灯が、例えば、オレンジっぽかったら、それにオレンジっぽい色をつけるといいかもね、とか。そして、人間が見やすいのはこんな色かなと思って、こんな色、その前にこんなやつが出ました。はい、透明のチャートなんだけど、こいつは透明すぎるチャートやね。はい、まあだいたいこんな感じかな。はい、あとは使っていってほしいのはこの緑系のやつね。これがなんかようわからないですけど、緑って何なんですかね。ノリじゃないと思うんだけど、よく当たるカラーとして、出してみた。そして定番ピンクは定番なんで、僕の好きっぽい色で2色出してみた。背中だけピンクと、まあだから透明に近いピンクと、まあ、全体ピンク。あとは、まあ、物的に嬉しくなるキビナゴカラー。キビナゴなのかイワシの甲なのかわからないですけど、いわゆるリアル系の、あのフラッシングカラーも用意してます。まあ例えばアメペンと言ってますけど、まあアジメバルペンシルね、
メッキ、シーバスの子、チヌの子、まあチヌのでかいのも食うかもしれないですけど、まあそれらが、ターゲットになるんじゃないかなと。とりあえず海行ってなんか泳いでんな、投げてみよう、ピシャピシャピシャってやってみよう、でパッってくるんならハッピーねっていう、うん、そんなルアーの出来上がりです。で姿勢はこんな感じ、斜めに浮きます。はい、で斜めに浮くの、浮くと何がいいのか、ゆっくり巻いても水の抵抗があるので、引いた感がします。うん、引き重りをある程度確保できている、そんな感じです。あとは、この以前のアメミノーの48っていうのがあるんだけど、それのでかいのが出ます。シンキングペンシルとミノーの間ぐらいのリップの短いね、シャローランナーで、まあ、特徴的なのはゆっくり巻くと愛事件になってしまって、ちょっと激しく巻くと揺れてくれる。で揺れてくれるのはね、その時に食わすんじゃなくて水を攪拌するんで、あるよっていう、おるよみたいな、おるよってしておいてからツーという、まあポーズなんだけど動いてるポーズみたいな感じなので、そういうようなデザインにしてあります。まあこっちの方が簡単かなという。でミノーを食う、メバルなら多分こっちはもっと食います。うん、あのね、なんか特殊というかリップでこう動くんだけど、シーバスとかね、そっちはあのリップのあってよく動く方が好きな場合も多いんだけど、まあメバルの場合はどちらかというとこっちの方が好きかなということで、一旦こっちを出してみた。そうすると、4針に対して55ミリなので当然飛距離が出ます。で、まあ釣れるサイズが限定できるというか、こいつでボコボコ当たっても、こいつだと小さなメバルはちょっと敬遠してくれる、うん、っていう感じです。あと遠くへ行くから基本的にはより向こう側のね、触られてないメバルにアプローチできる。でアジってあんま言わないのは、アジはね、折ったら食うか食わないかがすぐ分かるんで、うん、メバルの方がなんかセレクティブというか、アジは次の手があるでしょ。プラッキングゲーム無理にせんでもいいだろうという部分もあるんで、まあアジメバルと書いてるんだけど、メバルをターゲットに開発していくことが多いです。はい、まあとにかくこれがリリースされます。当然アジも釣れます、普通にね。ハードルアーの次にソフトルアーを紹介していきたいなと思います。まず新色ね。新色はこれ試してねカラーと、僕が試したいカラーと、それから定番カラー、みんなの定番だから、まあ、言い換えると営業マンカラーやね営業カラーこれです。はい、クリアブルーフレークのブルー夜光ね。で僕が試したいカラーはこのスモークなんだけど、だいたいライトゲームでノリ吐くことが多いんですよ。メバルもノリ吐くし、こいつら海藻食うんかなっていう、もしくは海藻についてるエビを食うてんのかわかんないんですけど、あでもね、猫も海藻食うからね、もう多分生臭いやと思う、あれちょっとわかんないけどよく食います。タイなんかもう海藻大好きですよ。なのでちょっと生ノリという色を出しました。まあ、生のりということでちなんで作ったスモークカラーに、スモークって黒ね、うん、黒を薄めていって、でそこに、まあ、生のりの色である紫パールを、まあ、散りばめてるというか、中に混ぜてます。そうするとぼんやり紫に見える。水の中に入ると余計に、紫に見えると思うんだけど、そういうスモークを出します。で赤、これ昔はね今治レッドという名前で僕出してたんだけど、なんか赤はうーんって言って、営業マンがすごく嫌うんですよね。じゃあ作ろうよっていうことで、皆さん使ってみて、これまあまあいきますねっていう。大体海の場合にね、赤って普通にバスよりも使う頻度が上がるはずなんですよ実は。で特にライトゲームは浅いところでやることが多いじゃないですか。ちゅうことは光の影響を及ぼすので、常夜灯が例えば白の常夜灯、それからここみたいなカクテルライト、赤がはっきり見えるようなライト、それからオレンジとかいろんなカラーがあるので、常夜灯を意識して使ってみて、絶対どこかで爆発するカラーなんで、どこかで爆発するっていうのは何かが覆ったらっていうのは、ライトの光だけじゃないです。
ライトの光プラス水深なんだけど、その水深の水質があるでしょ。例えば夏の大阪湾、プランクトンが多くて茶色く濁ってます。そうするとそういうところ、濁ったところの赤茶けた濁りのところでライトが当たった時にどう見えるのかって、もう魚に聞いてくれなくて困るじゃん、わからないじゃないですか。だから魚に聞いてもらってわからないところ答えを、まあ、出してもらうみたいな、そういうカラーがこの赤。あと夜光の、まあ、特徴といいますか、普通緑白に光るんだけど、青に光ることだけで反応する、まあ、魚がおってもおかしくないなと僕も思うので、じゃあ出してみたらっていう。で、青っていうのは水の中で、特に海の場合は僕はナチュラルなカラーと思ってるので、マイナス要素がないのね。青に光って夜も使えて、でもブルー夜光はオリジナル夜光よりも弱い光なんですよ、もともとがカラーがね、塗料が。なので弱く光って、それなりの、透明度があって、で光があると青く放す。青っていうのは割と強い色なので、はっきり主張する、でもパッと見た時はそんなに主張ないわけじゃないですか。だからマイナス要素がないんで、じゃあやってみたらと。じゃあ今回のこの3種類全く違うカラーなんだけど、どれもが無難なカラー、うん、やってみていいんじゃないかなというカラーになってます。はい、あとなんだこいつか、サビキ的は紹介しとかなあかんね。サビキ的は今出てるのが2インチやね。僕がねサビキ的使うのが昼間が多いと。昼間にライトゲームってまあ地方ではやるんだけど、まあ例えばアーバンなところでおかっぱりではまあそんな釣れないんですよ。うん、こんなメバルとか、なんだろう、あと何釣れる、アナハゼとかガシラのこんなやつとか、これ何でも食い寄るやつらなんで、どうなるのかというと、オフショアで使うことが多い。オフショアのいわゆる海峡バチコン、その時に2インチがちょっと物足らない時がある。ちょっと頼んない場合にサビキ的のもうちょっと大きいの欲しいなと思ってて作ったのがこちら。はい、こんな感じ。どれぐらい摩擦で耐えれるかな。あ、耐えてる耐えてる耐えてる。はい、こんな感じです。そっちから見て右が2インチ、左が 2.5 インチ、うん、まあジャストサイズになったかなと。当然おかっぱりでね、普通にピラピラやってもらったらいいかなと。あと平場やろこれ絶対に、うん、はい、そんな感じです。とりあえず今新製品を喋ったやん。こんだけだけど、ちゃうね、試作がいつ上がるか分からんけどいっぱいあん、ね、もう山ほどある。うん、なんだろうこれっていうやつもある。じゃあそこで、僕が一番、力を入れてたというか、去年から力を入れてるのが小針の小針なんですよ。うん、まだここにもないでしょ、うん、だから多分あっちを引っ張り出してきて、そっから喋るとこの3倍ぐらい喋ることになると。まずめっちゃちっちゃい針があります。例えるならこれね、スパテラの 1.5 インチのワームがでかく見えます。そんな針作ってるっていうのは、こんな味おるでしょ、あれを釣りたいの。こんな味口にかからへんからあーってなるでしょ。あれがほっといてかかるような針を作ってみた。だから極小針を作ってるのね、うん、それが一番僕の中でテンションが上がるのは、他にそんなちっちゃいの針を見たことがない、うん、だからそれをちょっと作ろうかなと。作ろうかなというかもうできたんで、そのジグヘッドを作って、あとスパテラの1インチとか欲しないね。で1インチ作ったら1インチツインピンテールとかエビみたいな、それをちょっと作ってます。そっちの方が面白いかな僕の中ではね。次にこれ間に合うんかな、シバーアミのアメシラス、シバースティック、どっちやろ。なんせシバーと言いたいだけないけど、シバーっていうシャーっていう感じなんですよこれ。シバーってくるの多分。だから僕がロケとかでまあ試作
まあ、この他のアイテムと一緒のように、去年例えばこのね、アメペン結構出てきたと思うんだけど、まあタイムラグで出てくるんじゃないかなと。はい、まあ多分釣れると思います。僕まだこれ魚バスしか釣ってないんで、はい、こう動きたいっていうかね、もう慣れてきたらこのアクションしたらもう勝ったやんっていうアクションになったので、これ、まあ、詳細はまた別の日ということで、はい、ご期待しておいてください。で、あとこいつは作ってみた、はい、48のアメミノをロングリップ化した。あー、いいね。でもいるかっていう話で、まあ、止まってます。はい、当然こいつのね、55でも作ろうと思ったら作れるし、一応まあまあ、 あの試作で作ってみて実調はして、もうちょっと沈めるなら、もうちょっとリップ大きくした方がいいかな、でもまあ別に小屋からってすごいわけじゃないな、どうしましょうかというのがこれって感じかな。ハードルアーはね、それからまだまだあります。まあ竿がね、まあいつも言うように、あのレベリングロッドと、羽エビロッド、まあアクションはほぼほぼ一緒で、柔らかいものと硬いもの、じゃあちょっと柔らかいものよりも硬いものの方が、あの汎用性あるかなというふうにして羽エビを、購入される方が多いんだけど、本当にどっちでも大丈夫。うん、あの柔らかいもののいいもの、いいところは小さなものが飛ばしやすいで、小さなものを操った時にこうもたれ感が分かりやすいので、レベリングを買った方がいいよという考え方と、やっぱりいろんな余裕、うん、キャッパーが広くなる硬い方がいいよという考え方がありますって言うて、そんなに差はないんで、だから本当に自分の好みで、購入されたらいいかなとは思います。で、それがずっと以前からいいのができてしまってるから、あんま買えないじゃないですか。だから今ハネエビ2、レベリング2でしょ、ハネエビ3をどうするのっていう、一応リファイン案が出てます。うん、でも持ってる人がうわそれええなと思うほどのものかどうかは、もしあええなと思わそうと思ったら、思ってもらおうと思ったら、高弾性化パリンとしたやつで、パリンとしたやつはでかい魚が来た時にちょっとわシーバスのけどちょっと怖い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 って言うの、今の方が安心かもしれないけど、ダイレクト感はちょっと面白くなるんじゃないかなと。でガイドのセッティングがね、今ちょっと完成されすぎて、あれのガイドを多くすると重たくなる、でも少なくする意味がない、だからあのままになる、じゃあデザインをわざと黒にしますとかね、うん、って考えてるぐらいです。だから今持ってる方は大事に使ってもらって、持ってない方のためにちょっと持ってる方が、あ、そっちの方がいいかもっていうような、羨むようなアイテムができたらなとは思ってます。そんなところかな。あとはこいつだね、はい、ハマーキャロロケットとか抜け駆けロケットのミニチュアみたいなやつ、はい、これは中通し主になってます。で、今あと1回2回で多分 OK になると思うんだけど、バックスライドさせます。はい、バックスライドさせてアジングのキャロ、うん、に使おうかなと。はい、アメキャロロケットと言います。もうベタベタですね。うん、これをですね、一応 3g、5g、7g ぐらいでとりあえず作ろうかなと。これはですね、どこ行った時かな、あれ広島かどっか行った時にね、うわこれがないと困るわという、まあ、ロケがあって、まあそれで作るようになった交互期待のアイテムです。はい、じゃあ OK かな。 OK ね。はい、まあ得意なねルアーなのと、どうだろう、今からやね、今の季節から多分行く頻度がどんどん上がっていきます、僕もね。だからその場所その場所でこれはねって喋ってる方が多分リアルでいいのと、やっぱりここを目の前にしてね、ルアーを元に、この空間で喋るのとフィールドで今こうなったよって喋るのは全然違うんで、その辺をね楽しみにしておいてほしいなと思います。はい。